熱血コンサル基礎産業。2026年頃に約束手形の取引がなくなると聞いたのですが、本当ですか？もし実行されたら、中小零細企業は廃業するしかないと考えています。間違っていますでしょうか？2026年まであるからね、もういい加減ちょっとこうね、目を覚ましなさいということなんだよね。もともと手形のさ、電子決済なんてのはね、ずいぶん前から、俺がだって H 銀行にいる時からやってんだからさ、もう無有病者のように電債売ってたよ、システムさ。電債電債って言ってね、二代目と一緒に売ってたよね、なんかね。もう無有病者のようにね、電債入ってくださいってね、言い続けるぐらい売ってたんだよ、もう機関銃のように売ってたんですよ、ほんとね。もうこの話さ、もう終わりだというか、終わっちゃいけねえんだよ、こんなことで。ね。こんなことで終わるようだったら始まってないの、その会社はね。始めなさいよ、電債をね。っていうのがある。電債になったらいいことあるよね。二つあるよね。知ってる？もう使ってる人はわかると思うけど。一つは、印紙がいらないんだよな。印紙がいらないから、ね、印紙税が軽減できるじゃない。もう一つは、分けれるよね、電債ってね。手形だったら1000万の手形入ってきてからそれをこう2つに割ってこう払うこととかできんじゃん。200万、800万みたいな感じでね。だけど電債って割れるんだよ。オタク200万、オタク800万みたいな感じ。できんだよね。あれがいいよね。もう銀行からお金借りる必要ないじゃないね。こんなことで金融機関とかもけさしちゃいけないのよ。でもまあ、あれでも手形割引ってまだあるからね。俺のお客さんでも使っとるけどね。やっぱり電子決済があった方がやっぱりまあ便利は便利ね。2026年までに電債マスターするの、こういう人がね。でもうマスターできなかったらあれだよ、3ヶ月後とかに、例えば毎月月にもらって3ヶ月後にその現金とかっていう話なわけだから、4ヶ月後に現金くださいって売りかけ債権にしてしまうしかないんじゃないかな。それでそれにまあ見合いでから資金調達するしかないのかなっていうふうに思いますよね。ちなみに電債は今後増えていくと思いますでしょうか？増えていくというか、もう飽和ぐらいなんじゃね。まあでも電債にも敵がいいんだよな。クレジットカード会社とかそうなんだよな。対法人取引が電債になるんだけど、やっぱり個人取引ってクレジットカード決済だからね。だからまあそこの牙城は崩せないと思うんだけど、だけどやっぱり電債ってこれからまだまだ増えていくというか、もうこれが基準になるんじゃないの。これ言っていいのかな？電債ってもともとファクタリングだったっけ？取引っていうのがあってさ。それは某有名なね、赤い銀行がやってたのよ。赤い銀行が。そこがね、本当みんなに使わせてあげればよかったんだよね。そのシステムを。でもなんか、俺たちのなんか、お金かけたシステムなんで、他の銀行に使わせてあげませんみたいな、お尻の穴の小さいこと言ってたんですよ。そしたら、地銀がみんなの一緒になってから、あれやろうぜってことになって出てきたのが電債システムなんだよね。そういう経緯があるんですよ。だから、ここはここ、ここはここで使ってるような会社さん多いんじゃないんかな。それと比べてなんか電債って、なんかどんな利便性があるんだよ、みたいな言われて。もう答えられなかった時期あったから、俺らその時やってたよ。でも今どんどんね、広がってきてから。そっちが主流になるんだよね。みんなで使わせるってこと。いいものがあったらあなたも一つどうぞが商売の基本というね、いい例なのかなと思うね。だからやっぱり銀行がそういうふうに相乗りさせるっていうふうな基調になってるから、これはまあ変わるというか、もう電債がもう主流になるという話なのかなと思いますね。今後は電債に対抗してネットバンクや電子マネー決済を行う会社が新たなサービスを打ち出していくという予測はありますでしょうか？あるよね、これはね。俺もう一番ちょっと考えたのは楽天とかやるんじゃないかなと思ってるよ。だって楽天銀行あるじゃん。ね。ほんなら通帳の動き見るじゃん、ざーっと見ていくじゃんか。フィンテックみたいなもんだよ。だから通帳の動き見てさ。もうここ建て替えがいるんだな、みたいなのが分かったら AI で、あなたここでお金いるでしょってことで、ボンと必要運転資金融資したりっていうことやるんじゃないかな。決算書なしで。だからそういうことなんで、囲い込みなんだよね。だってもうその、口座の履歴全部囲い込んだらなんかできるっていう。俺さ、これ、
前あの H 銀行のその開拓担当してた時に弥生と組んでこれやりましょうよみたいな話進言したことあったんだけど一蹴されたんだよな。クソだなと思ったね地銀ってねって思ったね。でも今考えたらねそっち楽天行っちゃったからさ追随できないよな。やればよかったと思うけどね。だって固定資産とかね会計事務所から総勘定元帳あの連携して借りてきてさでそれでその口座の履歴は全部 H 銀行にもお願いしますねみたいな。そしたらそこでお金がいるっていうことになったらもう勝手に資産表作れちゃうからさ曲がった取引しなかったらまず融資出るじゃんっていうことよね。これって、ね、あるところに効いてくるって思ってたんだよ。あの税理士事務所の記帳代行業務でその例えば人をその3人雇っとるとこ2人にできますよとかってやるんじゃないか思ったよね。まあそういうふうにこう相乗りしてからやればよかったのになとか思ったよ。今もう楽天がそういうとこ行ってると思うんだよね。やっぱりその電子マネーと組んでっていうのもあるんだけどそのまあ DX 化だよね今の。なんかあるものをこう使わせてあげることによってこうデータを吸い上げてでそこからまあその資金という絶対売れるものを入れていくわけだからね。まあこういうことが今後出てくるかな。あのねよくこうなんか金融が冬の時代みたいなことをよく言ってんだよ。だけど違うんだよ。金融のマーケットっていうのはシュリンクしてないんだよ実は。だけど地銀が貸そうとしてるとこがシュリンクしてんだよね実は。この空いたところが儲かるとこがあるんだよ。でそこにいろんな業界が参入してるんだよね。だからこの部分この部分ね、住み分けていけばいいんだよ。この外のリスク取らないといけないところっていうのに、まあいろんな業界が参入してる。最近 Google も参入したよね。うん、いろんなところが参入してる。だからこれ逆に言うと、あれなんだよ。そこそこ小金持ってる会社っていうのはチャンスなんだよ。金融やるのは。何でも、何の業界でも金融できるから。ね。うちがなんなら審査の代行をやってもいいというふうに思ってるし。で、うちもそうなんだよ。だから、うちにもチャンスがあると思ったから、ノンバンクやり始めたんだよね。これと一緒。だから、やっぱりこう、儲かる構造っていうか、お金あるよっていうのって、みんなお金があったらやってみたいなって思うことっていっぱいあるんでしょ？これやりたい、お金あるような状態作れるのが金融ですよね。そういうものをこう、いかに作り込むかっていうことが大事なんだろうと思うんですよね。そのためには、やっぱりこう構造をね、自分とこの産業構造こうなんですけど、事業構造こうなんですけど、先生なんかいい方法ないですかっていうのを日頃話し合う必要があるんですね。ということで、1万2000円のメンバーシップをやってます。グループコンサルなんですけども、今5人1組でね、割と結構もう集まってきてるんですよ。ありがとうございます。ご興味のある人は、この下の概要欄にリンクを貼っておきますので、そこでお問い合わせいただけると、まず一回ちょっと無料で私をズームさせていただいて、それでちょっとやってみようということであれば、最大5人1組でちょっと参加いただければと思います。他の人の意見も聞くこともできるしね、非常にいい時間になるんじゃないかなと思っております。やっぱり今ちょっと今日の話は資金繰りの話じゃなくて、お金があったらこれができるみたいなことに行ってるんだよ。金融の仕組みが変わってんのよ。ね。だからそういうところにどうついていくか。自分は資金があるんだけど、みたいな人は、やっぱこの上の電話番号か、下の概要欄にリンクを貼っておきますので、そこにPE ってとこがありますのでね、そこでお問い合わせいただければと思っておりますので、よろしくお願いします。